なんか最近目が悪くなってきたのかな。黒板の字が見えないな。眼科に行ってみようかな。すいません。どうされましたか？ちょっと目が悪くなっちゃったみたいんですよ。見てください。じゃあ見てみましょうね。どうですか先生。じゃあ視力を測ってみましょう。じゃあここに立ってください。上見てないこれは上、これは右、これは下、これは左、これは右、これは上。全部間違っていますね。じゃあ目を描いてください。これは下、これは右、これは上、これは下、これは左、これは右、これは下、これは上。1個だけ合ってましたよ。おかしいな。でも目が見えなかったからやっぱりそっか。じゃあ座ってください。先生どうしたらいいですか？じゃあメガネをはめましょう。じゃじゃん。先生すごいメガネですね。重いですね。見えますか？見えません。じゃあもう一回視力を測ってみましょう。はい。これはこれは下、これは右、これは上、これは下、これは右、これは上、これは左、これは下。全部合ってますね。本当ですか？じゃあ反対の面いきましょう。これは下、これは左、下下、これは上。全部合ってますね。やりましたね。お、やった。じゃあずっとはめてってくださいね。先生はめるの？そして見える？入るみたい先生もなかなか似合いますよ。見えます？先生あ見えません。そのメガネはココミちゃんにくれるんですか？くれません。くれないそうです。新卒以上だそうです。ありがとうございました。先生新卒以上ですか？はい。薬とかメガネとかももらえないですか？はい、はい、さよならですね。次の方どうぞ。ちょっと眼科行こうと。どうされましたか？目にゴミが入っちゃったんです。目が開かないんです。じゃあ見てみましょう。はい。じゃあ目薬さえしてもらえますか？はい。検査をするのを立ってください。じゃあ目を押さえて。はい。これは右、これは左、これは右、これははい、これは簡単です。下。全部合っていますね。じゃあ反対の目目。これは上、これはあ、これは簡単でしょう。左、これは
全部間違ってますね。え、間違ってんの？座ってください。はい。じゃあ、目が悪いあなたに目が眼鏡をかけてください。メガネですか？私メガネ嫌いなんですよ。余計晴れてるじゃないですか。余計見えませんよ。こちらの動画